こんばんは、エヌジです。本日は東京都板橋区について紹介したいと思います。東京23区の3番目ですね。東京23区の北端にあります板橋区ですね。位置的には北区の西、練馬区の東、豊島区の北にあります。で、武蔵野台地に位置しているので、土地が結構高めで震災への安全度が高いというそういった特徴があります。地理的に。で、もともとは練馬区も板橋区の一部だったんですけど、途中で独立しちゃったため板橋区の、ね、面積が半分ぐらいになったよというそういう過去があります。はて、主要な各町について説明したいと思います。まず板橋区全体に東武東上線っていうね、電車が線路が横切ってるっていう状態ですね。で、南東から北西にかけて、板橋、大山、常盤台、高島平、成増、などの、町があります。で、まず、板橋なんですけど、まあ、区役所がありますね。高速道路の高架道路の近くにあって、もう横見たらめちゃめちゃ高いのがあって、すげえってなります。で、東武東上線の大山駅があって、その近くにハッピーロード大山商店街というのがあって、かなり大きなにぎわってる商店街があります。で、上板橋っていうところにね、行くと蒙古タンメン中本の、あの蒙古タンメン中本の本店があるのでね、今度行ってみたいなって思います。で、高島平には 大規模な団地があって、いろんな人が住んでると、安心して暮らせる環境が整ってたりするっていうのがあります。成増っていう町はすぐ南に練馬があって、すぐ西に埼玉があるっていう、そんな感じです。はい、ここからはね、観光地おすすめスポットについて紹介したいと思います。板橋区は5枚あります。荒川と違って今度はダブってませんから。まずやっぱり板橋区役所ね。区役所前駅から地下通路が伸びているっていう特徴がありますね。っていうのと、先ほども言ったように近くを首都高速の高架道路が通ってて、あのすごいでかい道路あるじゃんってなります。で、お次がハッピーロード大山商店街。東武東上線の大山駅の駅直結にある商店街で、多種多様な店があるっていうね、そういう商店街になります。これ浮間公園。浮間公園ね、板橋区と北区にもちょっとまたがってる公園なんですけど、オランダ風車と四季折々の植物っていうのが特徴的な、そんな公園になっています。4つ目、板橋区立熱帯環境植物館ね。熱帯雨林を再現した高島平にある植物園ということです。これが水族館とか熱帯林とか雲霧林みたいな、そういういろんな林の展示があるということで、これ魅力的ですね。さあ、で、これ最後、縁切れの木ね。街角にある小さな神社ということで、関東最強の縁切りスポットとも言われてて、そう、人と縁を切りたいなとか願いを持った人がたくさん参拝に来ると、今でも多くの人が来るらしい。効果がすごく高いらしい。はい、というわけでね、以上、板橋区でした。5つの観光スポットでした。東京都板橋区の紹介終わります。明日は江戸川区ですね。はい、というわけで、ありがとうございました。